黄色い色が特徴の灰色市街館観。灰色氏は北海道札幌市、札幌地下街、ポールタウン入り口に設置されている4面マルチビジョン、及びそのキャラクターの名称。黄色い色が特徴で札幌市内の待ち合わせ場所として多くの人に知られている。大画面は三菱電機株式会社が製造したものである。所在地は 北海道札幌市中央区南一条西三丁目地下街三越前広場管理運営は株式会社ラウィル。廃炉ロが設置されたのは1994年4月1日で当時はひらがな表記で広市であった。この名称は廃炉ロを管理する株式会社ラウィルが人々に親しまれるようにと名付けたという。2000年4月に改装が行われひらがなの ヒロシからローマ字のハイロシへと生まれ変わった。このローマアザナは公式サイト上にて人間臭い発想で地域の声や目を大切にし市民の一人として参加していたいメディアというコンセプトからその頭文字を取ったとしている。管理会社のラウィルはジャンバに加盟しており大画面を活かして様々な番組を放送。黄色い色が 特徴の灰炉市には監視カメラが取り付けられているほか、上部に小さな時計、正面と側面にキーボードを模したローマ字、灰炉市の文字とキャラクター、製造元である三菱の文字、そして前面に広がる広場の柱には腰掛けがついており、毎日多くの人が待ち合わせなどに利用しているため混み合っている。特に若い世代の市民をはじめとして、広市前や、 広前などと呼ばれ、市内でも有数の待ち合わせスポットとなっている。キャラクターの灰色紙は大画面と同じく、黄色く四角い顔に青色の頭頂部とアンテナらしきもの、そして手足がついているのが特徴。さらに同じデザインでリボンをつけた女性キャラクターやペットらしき動物もいる。キャラクターは2000年の改装時に現在のデザインへとリニューアルされたもので、 名称がローマ字に変わったのも変更した、このキャラクターのデザインにマッチするようにと提案されたことが一つの要因であったという。公式サイトではこのハイロシにメールを送ることができる、ほか壁紙のダウンロードも可能である。公式サイトは2004年11月1日にリニューアルされており、デザインを担当したのはデザイナーの竹上智子である。 4面のマルチビジョンが映し出す内容は様々で、CM や特別番組などが主である。2003年の11月14日には、この画面上で放映した、北海道コカ・コーラボトリング社の CM、ジョージア・ロイヤル・ブレンド、登場編が、第5回大型ビジョン CM 大賞に選出された。その他、北連農業共同組合連合会らによる、北た野菜、 お披露目ペンの CM も審査員特別賞を受賞した。この時の大型ビジョン CM 大賞に選ばれた大型ビジョン CM は全部で3作品で、このうちの2作品が廃炉市放映による CM 作品となった。その他、2005年8月には大画面で第87回全国高等学校野球選手権大会の模様を放映。 決勝戦となった8月20日の駒沢大学、附属とマコマ高等学校と京都外、大成高等学校との試合には大勢の観客が訪れた。また、2006年10月に日本中央競馬会が主催する G1 のレースを中継で放映した。廃炉市の画面は三菱電機株式会社製で4面マルチビジョンの100インチである。仕様は フルカラーの DLP 方式10ビットフルデジタルである。ジャンバのデータによると大きさは2032,524センチメートル。1回における CM プログラムの基本的な放映時間は15秒間、1日15分サイクルの40回であり、全体の放映時間は午前7時から午後9時までの14時間である。午前10時から午後7時までの時間は、 定時制プログラムとして15分間ほどニュースや天気予報なども放映。午後5時から6時の間には選挙や国会中継などの特別プログラムを放映する時間枠を設けている。目安の利用金額として1日40回15分サイクルの15秒 CM を1週間放映する場合約15万円の価格設定である。他に2週間1ヶ月3ヶ月 6ヶ月1年間の料金利用プランがある。住所は北海道札幌市中央区南一条西3丁目であり、札幌地下街のポールタウン入り口と札幌三越地下2階を地下街へ出たところの広場が交差する場所に位置している。札幌市営地下鉄からは南北線の大通駅が最も近い。近隣には札幌三越デパートのほか。 札幌パルコ、四丁目プラザなどが位置しており、どちらも廃炉市前を通って、そのまま地下街、ポールタウンにある入り口から入店することが可能である。ありがとうございます。